ました。任せとけって。まだ油断はできないよ。それに陛下から言われていた武器も回収しなくちゃいけないし。武器の回収？んな話聞いてねえぞ。武器庫が襲われて、いくつかの武器が強奪されてしまったそうだ。それを集めろと仰せなのさ。あの話マジだったんだ。こっちにまでお鉢が回ってきてるってことは、全然回収できてねえってことか。まあいいじゃん、ついでに回収すればいいっぽいし。
ま、そりゃそうだ。はい、それでは皆さん、お城に戻りましょうね。お疲れ様です、プッチャン姫。うん、お疲れ様。ねえ、お兄ちゃんは？実はちょっと厄介なお客様がいらっしゃっておりまして、マリアンヌと共に応対中なんです。もしかしてガチョウの姿で接客しているのか？ペットとして同席しているだけで、応対そのものはマリアンヌがしています。陛下が同席しないと面倒な相手というわけですね。そういうことです。次のことも聞けないね。別に討伐任務やってりゃいいんじゃねえの？いくつか要請を受けていますし。だったらすぐに向かおう。あまり長居して客人と鉢合わせるのはよろしくない。はーい、それじゃあレッツゴー。ラーツさんの買い物が終わってからということになりました。陛下にお使いを頼まれててね。連絡を取る方法が手紙っていうのは風情があるけど面倒だね。すごく時間がかかるんだもん。大昔はそれが唯一の連絡手段だったんだぞ。過去の遺産に触れるのもまた良いことではないのか。
美しくね。いつか必ず女の子だけの姫兵団を作りましょうね。いい加減、仕事の話をしましょうよ。
任せとけって。次で決める作戦だ。